聖書をお読みいたします本日の聖書の箇所は、信玄第16章32節です。交語訳旧約聖書の900ページになります。本日はこの聖書の箇所より、自分の心を治めるものと題して、田中信牧師に説教をしていただきます。それでは聖書を読みいたします。神言第16章 32節怒りを遅こする者は勇士に勝り自分の心を治める者は城を攻め取る者に勝る」天皇父なる神様このような状況下でありますけれど神様はこのようにして礼拝を捧げることを許され今 YouTube を通して大勢の方々が どんなことが状況が変わろうとも変わることのない神様の言葉を私たちはもう一度命としてこの1週間歩むことができる恵みを心から感謝します会場には今日初めての方遠くからの方もいらっしゃいますがまた日本各地また海外でもお聞きになっているお一人一人のその方の必要を本人も気が付いていない状況にも あなたが既にお分かりになりそのことに的確に適切にお答えくださる天来の恵みを心から感謝し主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメンさあ今日のお話はですねどの方にとってもねそしてまたあなたご自身が多くのお友達からこのテーマについてのご質問を受ける。 そういううい機会もたくさんおありだろうと思いますそしてまず今日のテキストである聖書の信言の十六章の32節をご一緒に読んでみましょうねはい「怒りを遅くする者は勇士に勝り自分の心を治める者は城を攻め取る者に勝る」さあこちらをご覧ください「自分の心を治める者」<coughs> といいうここのフレーズからこれがタイトルになっていますまあこの山中の、ね、俗を成敗することはよくできるけれど我が心の中を治めることはどんなに難しいかとイニシの人が言いましたけれどあなたご自身も豊かでしっかりしようと思えば思うほどこう自分自身のこの治めるコントロールということに大変なご苦労をする。 真面目で本気であればあるほど流される面目ではなくそれにしっかりと向き合えば向き合うほど自分の心を治めるということはやりがいがあるということをあなたも体験していらっしゃるのではないでしょうか。特にねそのさまざまあるけれどポイントは怒りですね。怒りを遅くするものは 聖書は怒ってはいけないとは書いてない。うん。怒りを遅くする者。さの聖書の箇所では、エペソビというの手紙の4章の26節には305ページです。怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。怒り。 皆さんどうですか最近どんなことでい,いかったかなと思い起こしていただくどうして「持ち越すな」という意味はこのさまざまな私たちの感情があるでしょう「嬉しい」ね「悔しい」「楽しい」え「え驚き」さまざまな感情の中でその感情その時にねあなたの息を試験管にこう入れる。 喜びももああれればば驚きもあれば、はい、でもこのうーんとこう怒りの感情その息あの有名なマルツー博士がですねそれを丁寧にこう書いてますね人の怒りの感情は茶色いだ色は茶色だそうですその茶色いっていうかもうそれは薄い茶色でしょうけれどそれをですねこの水に混ぜて 動動物物に与えるとととねねその動物がコロリと死ぬという、ねえー、つまり怒りというのはどうして持ち越さない方がいいのかというとそうなんでそのぐらいあなたの健康においてもね人間関係においても時にはそれをエネルギーとしてバネにするということもあろうかと思いますが大方ないに越したことがないということを ですから詩篇の4の四の4百751ページに詩篇の記者はこう歌いましたね「あなた方は怒ってもごめんなさい、えー、あなた方は怒っても罪を犯してはならない」とこの上で静かに自分の心に語りなさいベッドに伏しながらあるいは畳に座りながら こうわ、うん、っと怒りが湧っけれど静かにね自分の心に語ってごらんなんて何怒ってるのどうして怒ってるのと聞いてみるそしてそれを持ち越さないばかりか怒りをニュートラルにし怒ったその後の怒りがなくなったそのからの状況に 最ももふさわしいいのをあなたご自身が入れていく、まあ、こういうことですね。こう怒り最近は <coughs> アンガーマネージメントアメリカ初ですけどこの怒りに対してどう対応するかということのこの勉強というかそれを勉強する人たちが欧米ばかりじゃなくて日本にも上陸してその怒り対処法の この学校というかクラスが大変繁盛してるまあそれだけ怒ることが多い時代なのかもしれませんねその学校に入るとねこの怒りどうしたらいいかさまざまな皆さんもね戸を数えなさいうんいいですねあるいはですね場所を移してごらんなさいそれをまずね誰かに聞いてもらいなさいはいいいですねでもね まず第1番目は怒りというのは極めて個人的なものなんです、ね、もちろん一般的にこれからはねこのメッセージの中には一般化してお話をしそこに神様がどのように助けてくださるかということを申し上げるんだけれど怒りっていうのはねへえ個人的でみんな一緒にできないあなた固有の怒りがあるんですよ。 だってもうこんなにこんな怒らない人いないでしょって言っても「ええー、そう?」っていう人もいるし「え怒りじゃなくてあなたは喜びなの?」こんなに反応が違うのはどうしてかというと怒りというのは一人一人その人固有のものだということ例えば「いやもう頭にきたどうしたの?」。だってねもううちではね食事の時には。 もう静かかにお話ををししなないでしっかり食事をするそれがマナーなのよねもうあそこの家に行ったらみんなぺちゃ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 ねもうコロナになる前からよぺちゃ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 もう頭にきてもう怒り心頭というふうにおっしゃる方もおられるんだよ。つまり食事の時にお話をしないことしてはいけないという文化で育つとね逆にね まあびっくりしたあそこはねシーンとね8人もテーブルに誰もお話しないまるでお通夜のね食事湯まいてあんなのね最低よねとにかく食事というのは時間をかけて一家団らんで楽しいたくさんの会話をしてだからアメリカでは主婦の仕事は その日の食材その日の料理を準備すること以上に大切なのは今日の夕食のファミリーの会話の素材を用意することが食べ物に勝るというふうに言われてるじゃないそれなのにシーンとしてねもうびっくりしたもうあそこにはもうあそこの食事には絶対行かないっていうふうに怒ってる人もいるというふうに皆さんねえっ、ー 怒りっていうのはそんなふうに極めて個人の文化にリンクしてるんだなそういうことなんですよですからねどうしてそうなのかお宅の奥様がこうだからと言って隣の奥様がご主人がそうだからうちのでないですよだからこの間もね先生ねうちのねもう家内はよくしゃべるん たまにはもう静かにしっかにってねこう言うとそれにして3倍にも返ってくる私言いましたよかったねだからね神様はコロナを与えて奥様にマスクを提供したんだよそしたらねこのご主人こう言いましたよ「マスクして口よりしゃべる女房の目」「へえ目でしゃべるんだ」 口で言ってもらった方がまだ楽だとその旦那さんも言ってましたよ何を申し上げたいかというと怒り、おそこする、もしこすなはい。でそれをバネにして良きものにいいでもまず最初にねああそうか怒りっていうのは極めて個人的なものでだからこのベッドに伏して祈ってごらんなさいと支援の記者が歌っているようにこの怒りというものはね 一体私のねどこが発生源なのかなどういう文化で育ってこうなのかなというふうにねしっかりとこう思い巡らしそしてどうするですからそのあなたのねこのどうしようもないねこの怒りそして血圧を上げてしまうこともないように神様これは誰かじゃなくしてこれは私の胸騒ぎです。 神様これはどういうことでしょうかあなたはこのことを通して私に何を教えようとしてるんですかそうあなたが聞いてみるといいですねですからこの間もとにかくねまた緊急事態もうとにかく自粛自粛もう自粛自粛がもうね見えついてるんでしょうねもう今日も一人ぼっちで。 今日もねもねう庭の雑草を取りだ実際ねよくお励みですねでも何か同じことをこうお経のようにおっしゃってるんですが何ておっしゃってるんですか?」聞いたらね「雑草よお前も少し自粛しろ」「雑草よお前も少し自粛しろ」こういうふうにね そういういことなんですねあなたが怒るああそうだ支援の記者は自分にね神様に問いなさいじゃないんだよ支援の記者はベッドの上で布団の上で静かに自分の心に語りなさいって書いてあるどうして怒ってるのちょうどあなたがおばあちゃんおじいちゃんでいらっしゃるとお孫さんがね 何か,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 かと怒ってるどうして怒ってるのどういう具合なのというふうにねそしてねこういう具合だと、ね、神様に申し上げるのよ。神様はあなたの怒りを治そうとはなさらない。治そうとするのなく人間に一番分かってほしいね。分かっってもらった ここにおお座りの方ですけどお孫さんがいらっしゃる教会で学びそしてこの息子夫婦で孫が小学生がいるどうもお父さんお母さん忙しそうでどうもこう何かこうね爪を噛んだり何かこう心が寂しそうだなと思うそういうことを思っている時に私それを聞いてね感動したんですけどねこのおばあちゃん仕事 で彼は学校に行くと時にね何かこうもんもこもんもこしててねもやもやしてるな何か怒りがあるなと思ったらしい。ね、でもその彼は学校に行かなくちゃ孫はねで私は仕事があるっていうことで、あのー、うーんとこう祈りながら職場に行って帰ってきたらねその孫がねとってもこう穏やかにしてるからねえー 何があっほら朝こう怒りというかもんもんしててうんしてたでも何かそれなくなってるねなくなったどうしたの?」っつったらお母さんがお話したら分かってくれたのそれを聞いてねそのおばあちゃんねああ私も勉強してた。こう人と ね、えー、やり取りの中で「直そうとするな分かろうとせよ」あ「ああ本当お母さんになんでこういうことしたのこうしなさい」っていうふうにでもお母さんはどうしてそれできなかったのかなこれこれしかじがこれこれしかじがでお母さんこうであった直すんじゃなくて私を分かってくれた。ということで。 このねお孫さんの表情が全然違う。あなたの怒りそうあなたがご自分に聞くそしてね誰に言うのではなくそれはそんなことで怒ってと言われるかもしれない私にとっては怒りだったんだから神様に申し上げるその怒りをなくすようにとは直そうとは神様なさいません。そうか当然だよね 分かってください分かってもらうと人に接する時に治そうとするのではなく相手をコントロールするんじゃなくしてそういうふうに神様にしてもらったあなたが人間関係でもその「そうだよね」と分かってもらったように分かって差し上げることができる世界が始まるわけです。ははい二つ目はね 怒りはみんな固有のものだけそれははいそのようにでも全ての人に共通するのはなんで自分が怒るのかそれは自分が正しいと思うからですもちろん必要ですよね自分の物のさし自分が正しいねだからそうでない人自分の物差しでないものを使っているとカッとくるなぜ人は怒るのか 自分が正しいと思う皆さんが振り返ってみてどうですか今週「自分が固有ううのも2番目に自分が正しいと思う」「だから怒りがあるんだ」吉よしこ先生が日本に来られた頃長い間アメリカに運転をしでも電動のために赤いあちらこっちに運転をしてですねこの電動のために英語教室にある時ねこうおっしゃった。 いや今日はね頭にきたまあ怒ったどうしてだってさ信号ね田舎道ですからそんなに車多くはない、ね、ほとんど車はそこバーッと走ってるで信号に止まったらね向こう側にね私が進む方向にね車がいるじゃないもうそんなの怒らないわけじゃないでしょう車だからカーッと来たってんですいや別にいいんですけどね そう、そしてどうして収まったじゃない収まるも何もねいや恥ずかしかったってペッ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 って鳴らしたってそしたら昔もなんだ文句なんかパ,パ,パ,パッパッパッて思って「<laughs> お母ちゃんどきなさいあなた私に行く道どきなさい」でもほどなくして分かった長い間このアメリカ右側運転ですからもう何十年も右で運転している 来てすぐ日本は左日本は左日本は左ってこう呪文を唱えながら先ほどの雑草を抜くねお前もちょいと自粛しろじゃないけれどそう唱えながらやってたでもあんまり車が来ないとふーっとね自分の慣れ親しんだねこう気持ちいい方向つまりこの左側じゃね右側を走っているでそこに赤信号のとこにやってきただから向こう側に自分の進むとこに車がいる「何やってんだお前」ってこうね 自分が正しいとと思ううから、ね、カッとくるわけよ皆さんどうです自分が正しいそれはどっかでねあ自分が正しいと思うからこうつまり自分の物差しというのはまあこのどちらかというと知識が物差しになる人うん理屈ですね。 でも知識が物差しじゃなくて気持ち感情が物差しになる人知識でも感情でもなくねこう感覚が物差しになる人それでもなくねこう直感が物差しになる人先ほど美子さんがねこの「いや私ってどういう先生タイプなのかしら?」というふうに自分が知らないっていうことを知ったっていうことはすごい大人なわけだけど 自分は何だろう、わかりますね物差しが知識なのか感情なのか直感なのか感覚なのかというのはもっともっとたくさんあるんですよ今たまたま4つに分けただけで。例えば車を見るでしょあこの車は燃費はいくつで何年下取りはいくらになるなこれは知識です。感情は「まあ素敵、私ねもう車は赤に限るの」。 もうねもう燃費もにも関係ないもう好き嫌いこれが感情ですねそしてこのこの滑らかなこれはこのこのラインをなでてこれは感覚ですねあっこのこれさ海岸で見たあのヨットと同じよねスタイルというふうにひらめきっていうのはそのものを見てパッと別なものに感じるというね皆さんは こういうふうに丁寧に学ばないと自分が何だかわからないけどもし怒りがあるならば自分が正しいそうか私はね特にご夫婦はも,もつれるのはどうしてもご主人はこう知識でねこう,こうだからこうでこうだからこうなるというねこう知識で論理で考える女性は感情でそんなことどうでもいいの私好きなのよっていうね好き嫌いという感情 ですからそこで怒りが生じるのはその通りですね自分がそうか自分が物差しになっている全体の一部であって、ね、一部を自分の物差しで見るからだどうしたらいいのか私は神様に作られた私は一部分であって全てを作られた神様の方から自分を見神様の方から相手を見る。 にあそうか象っていうのは私はね牙だから象は牙で成り立ってると思ったけれどあ足もあるし尻尾もあるし全体を見て全てをご存知の全てを作られた創造主の神様を通して自分は自分の位置を知りそして相手の位置を知ると 怒りが収まるだけでなくして、互いに違いを認め合うだけじゃなくして、そこに尊敬が始まるということですね。ですから、信玄の3章の五節には、心を尽くして主に信頼せよ。自分の物差しに頼ってはならない。書いてます。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよう。そうすれば、 主はあなたの道をまっすぐにされる。882ページ。まっすぐというのはね、正しいというのはね、つまり怒り、別れを告げてまっすぐというのは、こうくねくねした道は置かないでしょ運転ね。平安の道を行きますよ。もしあなたが怒りを覚えるときに、自分が正しい。なるほど。なんで3番目怒るのか。 皆さんどうですほら弱い犬ほどよく吠えるっていうでしょうねるそれはねそうなんですね弱い犬じゃないんだけど自分の存在を守るために怒怒りりでで威嚇する怒りで自分を守るあこういう怒り方をあの人はするな人のことはよく気が付くかもしれないです。 あああのおじいいちゃん,なんでああいう,ふうに年を取るとだんだん全ての人そうではないけれどだんだん年を取ると気が短くなるっていう人もいらっしゃいますけれどこのだんだんとこう若い時のように思うようにことができないそういう私は生きていて価値があるんだろうかと思うつまりこう自分の存在が不安だと荒げてね大きな声を出すそれはそういうふうにして自分を防衛する。 そういういうにして自分の内震えるものをね守っているんだああ<ー>もしあなたがそういうことにお気づきになったそういう時があるならば大きな声威嚇してこう自分を守るのではなくそんなことしても疲れるばかりで血圧が上がるばっかりだし人間関係がこじれるばっかりだから私を守るのは私自身のがれきの 音量ではなくして私を守るのは唯一私を作られた創造主のの全能の神様でいらっしゃるどうぞ神様私を守り私と共にいてこの怒りのパターンについず入ってねそして自分の健康も害するばかりなく人間関係にも阻害するそういう人生に別れを告げて。 平安な正しい道すなわち平安の道を歩むことができるようにそうすると教会になられてクリスチャンになられた人が、ね、えそしてその家族が教会に来られる「どうしてあなたが教会に来られることになったんですか?」信じられないことなんだけどうちのおじいちゃんがあるいはおばあちゃんが、ね、うちの嫁がうちのーとかね カリカリカカリリ怒ってたんだけどそれがね消えてってね私の怒りまでもどうしたのと聞いてくれて何か私に平安がやってくるそしてどうしてそうなれたのかと聞いたればね怒りを本当に収めるばかりか平安は全能の神様にしていただくということを教会に行き 毎日の生活の中で祈り平安が与えられたということを聞いていつも嫁を通して聞いていたお仕事を通して聞いていたでなく直接私もいただきたいんですそういうふうにね皆さんもすでにそうなられておられるように怒りそれはそうか自分のそのようなね自分の存在を守るために つい、こう、力んでしまうのか。そうやって解決しないの分かっていたけれど、どうしていいか分からなかったけれど、自分の存在は自分を、その存在を作られた、作り主にお願いをし、その方との、そう、その方に先ほど言ったように分かってもらうことによって、平安になる。作り主でなくね、 この作った人でなくその売ってくださった方ねでもだってそこが最初だと思うけれどやっぱりどっかで探すことですねあなたを作られた本元に製造元に行って聞くのが一番いい。あなたが例えばスマホを買ったそうするとスマホを買った昔ならラジオテレビでも買った故障したじゃあその売ってくださったら電気屋さんに行こう 電気屋さんで分かる範囲がいいんだけど電気屋さんも分からない,というか一番かそれを作ったところに行けばいいわけ。そうするとあなたを作って、ね、あなたの隅々まで全部ご存じの方に「神様どうぞよろしく修理をお願いします」。いつの間にかこうあなたがあなたでない怒りの音色で自分にも不愉快な思いを周りにも。 それに別れを告げるためにはすべてをご存知のあなたを作られた創造主のもとにそしてそのようにあなたの帰ってくるのを今日もあなたの作り主は待っておられるということ。待ってないで私のところに来てくれたらあのねそういうふうにおっしゃる方いるんですけどそういうところに行ってもね忙しくてね だからなんで神様はね病気にも商売にこの人間関係でこんな国神様愛なんて嘘ばっかりこういうふうに思わないでねそれはそうすることにそのことであなたがねその本元に立ち返ることをねそんなことしなくたってだそんなことしないでいつもそばにいるんだけど他のことで忙しいからお気づきにならないこういうことなんです。 あなたご自身がそうか怒りは自分のの存在を守るるために吠えているのかそうですねそしてそのことにあの方のもとにもういつもそういうね回線がいつもつながるようにもうたまに回線を結ぶとですね私もねこのあれですそのいろいろほらスマホとかねあれやこうパソコンなどをねいろんなことを まあこれちょっと内緒にねここはあの他の人に言わないでほしいんですけどねこのほらあのコピーね皆さんなんかすごいおす事おりになるでしょう私はもうズボラでねあコピー取ってこうやって、ね、そしてね取ってもらうんです、まあ、いろんなことでもねこれちょっとこう入力してところがねそのコピー取る人がいなくなったりね入力する人がいないとね 特にに外国に行くといいないですもそれでやっぱりこういう日のために手抜きしないでちゃんと教えてもらう時に教えてもらおうと思ってねその日のためにと思ってねこの何回も聞くんだけどだんだん手抜きしてねこう人に頼むのよそうするといざっていう時にね間に合わないんだ。そういうい 人生にもうすでに別れを告げておられるあなたはあなたが自分でいつ何時であろうとちゃんとお出来になるからでしょ神様との関係も同じ。いつ何時どういう状況にあっても、ね、直接あの方とそしてどんな状況でも自分でできる つまり神様との関係これを信仰と言いますけど信仰の成長自立というのはねそのことをねあなたご自身がやがては自分のことはできるけど今度はお友達がいろんなことを相談に来ると「うん大丈夫よそれ私できる」というふうにねその人にしっかりとそしてしかもその人が自分でできるようになるようにあなたがヘルプなさるように人生も同じです。 さあ、自分だけの怒りですね。一番目、自分が正しい、わかりました。自分の存在を守る。はい。これは共通するんじゃないかな。なんで怒るのか。自分の思う通りにしたいからです。自分の思う通りにしたい。子供見ればわかるでしょう。子供がなんで怒ってるの?。自分の思う通りにしたい。 大人になってあなたは自分の思う通りにしたいなんていう怒りからもう卒業していらっしゃるかもしれないけれど私のようにまだまだ卒業しはぐれてる者も,のも今日も何人かね今目が合ったから私なんてそんなこと思わなくていいんですよ。はい。だから怒るでもよくよく考えてみると一体このキリスト教でいう罪 こう平安安でない不安それを罪というのは何かというとそうなんですね自分の戻りにしたいいそれでならなららだから怒るこれはある意味においてはねいやあなたはそれを卒業しているでもそうだうちの子供孫は、ね、あの人はそうだなという時にあなたがそれをもうすでに達している境地からね それはあなたのね自分の思う通りにしたい支配欲かなそれだということにしっかり気が付いてもらってそこに別れを告げて平安を生きるつまりそれが今日のタイトルの自分の心を治めるものっていうことですものね。自分の思う通り支配欲と言いましたけどとにかくね自分の欲自分の思う通りに でも子供が大人になると言いましたけど大人になってもねというのは自分の心を収めるのにまだ距離があるとイライラムカムカこういうことですね。うん、支配欲物欲睡眠海水欲あこれ違ったか。さまざまあるけれどね皆さん 欲がはらんで罪を生み罪が熟して死を生み出すと聖書に書いてありますね。ヤコブ書の一章の14節を読みました360ページ「人が誘惑に陥るのはまあ人が怒るのは」いいですねそれぞれ欲に惹かれ誘われるからである欲がはらんで罪を生み罪が熟して死を生み出す。 うん「怒り」まあそれを親戚,筋のせ親戚筋の言葉も含めてですよ「ああそうかそれはね自分がよければ自分さえというねああ大人でない自分これが怒りとなり人間関係と言わず そうだ自分の健康を害してるのもあその一端があるなどっかでそのことにお気づきになるそれはアンガーマネージメントの会社のセミナーを受けてもそこまではは、ね、彼らは語ってくれない表面的に「HowTo」で「塔を数える」とかあるいは「こんな音楽がいい」とかねもちろんそのレベルで解決することもたくさんあるでしょう。 しかし人間が根源的に解放されてあらあの人あんなに変わったどうしてそうなったのかしら東京にこれかあの大野さんというね長い間このカウンセリングをし今ねいろいろなお世話役をしてる人ね。もうカウンセリングが始まったのは40年も前の話ですその当時にね一緒に勉強した人がね この,この間ねもう何十年ぶりでその来られた方はねそこで勉強したことを期して今専門的な働きをしてこのでも原点最初に学んだトータルカウンセリングスクが懐かしいというふうにしていらしてねとても盛り上がった。でも彼女が驚いたのはね大野さん あたた本当に大野さんんって聞いたんですそれはね彼女のねこの怒りというか、ね、幼児性というかねこうお嬢さん丸出しというかまあちょっとこれが書いちゃってまずいんですけどね大野さんに言わないでくださいねというふうに今日またね大野さんの前でしゃべるからいいんですけど「どうしてあなたこんなに変わったの?」。私ね あなたにこう言われた。その言葉もね。しっかり覚えている。それは配慮の足らなかった。言葉によってそれがね。自分の,の、ね、中に残っている。でもあなた。どうしてこんな風に変わったの？皆さんもそう言われるでしょう。どう。まあ3日じゃだかあ。3日でもいいよ。あらどうしてあなた。そんな風に変わったの？昔のあなたってもうすぐ短期だったよ。よ 昔はさ何かこう子供だなと思ったけどどうしてそういう配慮の言葉さりげないしぐさの中にさりげない表情の中にどうしてそういうふうになったのそう言われなくたっていいんだよだからそういうふうに言うと言われない人はダメな人っていうふうに言ってるんじゃないかなって聞こえるでしょう、うん、そういうつもりで言ってるからあいやそうです失礼しました。どういう人も OK なんだよ。 でもねやっぱり人は本当にね罪人でも不十分でもだからこそ天国に行けるけどやっぱり天国を知りたい人は何かこのあこう使用前使用後みたいなものによってこう商品を買いたいっていう人もいらっしゃるわけよ。だから あなたがね、かつては私は目が見えなかったけれど、今は見えるんですと、あの賛美歌のように。私はかつては怒りに満ちて、それは自分の支配欲、それは欲がはらんで罪、そしてそれを死という人生を生きていたけれど、それを根本的に解決したのは、そういうセミナーや心理学でもなく、大元の私のその不十分な 心理に遠い自分それを汚れた心を罪というなら私は汚れた心私は罪人です私はどうしようもないありませんそれをこう威嚇しても逃げても解決しませんでも私を作られたあなたによって私の人生をもう一回新しくしてください今日はこの聖句は皆さんで 必ず開けていいたただき302ページの「こののの聖聖句句がです302ページのエペソビトイの手紙」の2章の3節から5節302ページ「また私たちも皆かつては彼らの中にいて肉の欲に従って日を過ごし」そうですね「自分の思う踊りにしたいはいそれが肉のに従って日を過ごし」 肉とその思いを欲するままに行い他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であったここの怒りというのは今日のテーマの怒りとは違ったニュアンスもありますがでも言葉においてね「私は怒りの子であった」つまり自分の思う通りにならないとむしゃくしゃそういう私であった。はい しかるに、哀れみに富む神は、私たちを愛してくださったその大きな愛をもって、財価によって、つまり欲にまみれてという意味です。死んでいた、死んでいたというのは、そのために人間関係もいまいち、孫に何とかエネルギーをと思っても伝わらない。はい。それが死んでいたということ私たちをキリストと共に生かし、 あなた方の救われたのは恵みによるのであるさあこちらをご覧ください。「怒り」というテーマでしたけれどそれがあなただけの個人の歴史から来るのか自分が正しいという自分の物差しから来るのか自分の存在を守るための雄たけびだったのかしかしね誰にも共通して自分の思う通りにしたい。うん 神様っって分からなないいあ人がいらっしゃるそれは神様を思う通りにしたいからつまりお祈りをする神様このようにしてください聞いてくださるよ思う通りにするだから疲れるあなたの思う通りではなくもちろんあなたの思いを完成させてくださるけれどでもそれはねもはやサ左ンの陣営にね いつの間にか乗っ取られてその思考できるのにできないと思い平安なのに不安だと思う私たちは真理を動かすのではなく真理に動かしてもらう神を動かすのではなくね神様の御手の中で生かしてもらうこういうことですよ、えー、もちろんあなたが人生の主人公です 小川さんなら小川丸のあなたは船長さん鈴木さんは鈴木さんの清野さんは清野丸の船の船長さん。でも船長ですからあなたがねあなたの決定あなたが選んだものによってあなたの未来が開かれるけれど忘れてならないことはいつも申し上げるようにこの船この船の持ち主船主はあの方。 船長は私でも私の人生の所有者船主はあの方あの人のね操縦はいいねあの人能力あるからだねでもその能力を与えてくださった方は船主あなたご自身のこれまでの人生を振り返りながらそうですよねそうか。 この方だなあの先ほどほら私の尊敬してるね会計公認会計して税理士の先生がね田中信夫のお悔やみの文そう,そう書いてないよ。ねえちゃんと書いてくれ。で皆さん読んでごらん面白いよ「心の押される三ヶ条の、ね」の要ようやく」。そしてねそのこの間ねほら山形に行ったでしょ。そのの時にあの 柴田先生はねちょっとその辺に座ってびっくりしたあれは何だべ柴田先生やっつけてやれでそんなこと思わないですよそしてねあの私の悪いところはねそのなんていうかなこのいじめはねいじめはやっぱり悪いよなでも褒めはねみんな飽きてるからいじめといじりの間の塀の上を歩くのがね 私の趣味なんだから我が様先生が後ろで「それはあんまりよくありませんよ」なんてね今あのこちらをご覧になりましたけどでもまたねそれがいいって言ってね聞く人もいるだからそのね柴先生いじったんですよねうんあらそんなとこにいてこそっと知らないふりしてメモしてまた明日の朝礼に使うんだからなんてこんなこと言っちゃってねさあみんなブワーって見るんですね。でもねこの人こう言ってんだよ。 で私はキリスト教の牧師だってみんなわかってるからねだから私ねその人はクリスチャンじゃないからね稲盛先生という有名な稲盛教のねこのもうせし信者なもんだからねあんた稲盛教っつってみんなバッて笑ったんだけどあの真ん中読んでごらん結婚式に行くと必ずね必ずいう言葉がある「万事愛働き的となる」これを言って締めくくるこれじゃねえ詐欺じゃないかというふうにね今日はその奥さんが来てるから言っといておしいならどうなんだけど。 何を申し上げたい皆さんしっかりとどこを歩いていてもいつも見ての中押し込むこともあるし迷うこともあるけれど怒りにいっぱいになることがあるけれどこのことを通して怒るようにと神様はあなたをし向けたのではなくさあ私のもとに帰っていらっしゃい。 そのようににあなたに招きをねそうですよ。この1週間あなたご自身が豊かに整えられるだけでなくしてあなたのそのぬくもりがあなたのさりげないあなたがひざまずいて祈る祈りを通して神様のぬくもり神様からの知恵神様からのエネルギーをもらって あなたがそれを待つ人々のみんな必要としている誰も誰も差し上げることもできないものをあなたは担ってこの一週間歩むのですそのための人生ですからお祈りします <music> また私たちも皆 かつては彼らの中にいて肉の欲に従って日を過ごし肉とその思いとを欲するままに行い他の人々を同じく生まれながらの怒りの子であったしかるに憐れみに富む神は私たちを愛してくださったその大きな愛を持って私たちが 自己中心の罪のその負債をみんなになってイエス様は十字架にかかりあなたをその世界に別れを告げさせてくださいました財家によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし今週のあなたの歩みはどうぞそのように私を癒し育て用いて私自身が潤い その潤いのこぼれが人々。周りの人々に豊かな音色に潤いになることを信じて感謝します。そのような祈りを。そのような祈りを捧げましょう。